オルタナ右翼の更新。ナチスの旗や南軍旗などが掲げられる。オルタナ右翼ないし、オルトライトは右翼思想の一種である。オルトライトはオルターナキブライトの略語。アメリカ合衆国における主流の保守主義への代替案として出現した。これらの言葉を生み出したのはリチャード B ・スペンサーで、彼はそれを白人のアイデンティティについての運動とみなしている。 彼はまた一貫して民主党の大統領候補者、ジョー・バイデンを支持すると公言し続けている。団体の一部は共和党の大統領選挙候補者、ドナルド・トランプを支持し、多文化主義や移民へ反対する点で特徴を付けられる運動だとされる。トランプ氏本人は数度にわたり自分とオルトライトとは関係性を否定し支援されることに対して反発と不快を表明している。 オルタナ右翼には定まったイデオロギーがあるわけではないが、白人ナショナリズム、白人市場主義、反ユダヤ主義、反フェミニズム、右翼ポピュリズム、排外主義、新反動主義運動といった思想と関連性を持つと、複数の論者は指摘している。四ちゃんや八ちゃんなどのサイトを中心として、主にネット上でインターネットミームを多用しながら発展してきた運動であると言われている。 ジェフリー・タッカー無政府資本主義の支持者でもあり、ビットコインにも、好意的である経済学教育基金のエコノミストで、無政府資本主義者でもあるジェフリー・タッカーによると、この運動の背景には、連綿と続く、思想伝統がある。フリードリヒ・ヘーゲルに始まり、そこからトマス・カー・ライル、オスバルト・シュペングラー、マディソン・グラント、オトマール・シュパン、ジョバンニ・ジェンティーレを経て、 トランプのスピーチに至るという系譜を辿ることができる。また彼の説明では、オルタナ右翼の支持者は、エリートが社会を牛耳り社会的地位の低い労働者たちがそれに従うという、過去の黄金期を無双している。また、アイデンティティを何よりも大事にしており、アイデンティティの喪失は想像しうる限りで事故に対する、最悪の罪であると信じている。 マイロヤノプルスブライトバートニュースの編集者になる前にはゲーマーゲート論争に首を突っ込んでいた2016年3月保守系オンラインニュースサイトブライトバートニュースの記者アルム・ボカーリとマイロヤノプルスはオルタナ右翼についての記事を発表した CNN はこの文章はある種のマニフェストであると評している同記事ではオルタナ右翼の起源は アメリカ合衆国の旧右翼とヨーロッパで生じた複数の新右翼運動にあり、超保守主義者のパトリック・ジェーブ・キャナンやサミュエル・ティ・フランシスからの影響を受けていると述べている。同様に、ザニュー・リパブリックのジート・ヒーアは、オルタナ右翼の思想的起源を超保守主義であると見定めており、特に移民を規制し、大ピラに愛国主義的な外交政策を支持する点にその、 傾向が見出されるとしている。ザ・ガーディアンの分析によると、新たな右翼が主張していた、民族主義こそが、オルタナ右翼の先祖である。ワシントン・ポストの記事で、マシュー・シェフィールドは、オルタナ右翼は無政府資本主義の理論家、マレー・ロスバードの影響も受けており、特に人種や民主主義についての見解に、それが見て取れるとしている。タッカーによれば、 オルタナ右翼はリバタリアニズムに反対しているが、その理由は、集団的アイデンティティや民族主義を、個人の自由よりも、重要視しているからである。ポール・ゴットフリード2008年11月、ポール・ゴットフリードは、HL ・ンケンクラブにて、現社会を代替する右翼と呼ばれる思想に触れている。さらに2009年には、右翼インターネットサイト、滝、S マガジンにて、 パトリック・フォードとジャック・ハンターによる2本の記事が、オルタナ右翼について論じている。しかし、この故障の名付け親として最もよく知られているのは、白人市場主義の活動家で、国家政策研究所の所長、オルターナティブ・ライトの創立者である、リチャード・ B ・スペンサーである。オルタナ右翼には公式のイデオロギーがあるわけではない。AP 通信も、 思想を定義する唯一の方法などを存在しないと述べている。オルタナ右翼には次のような思想の要素が含まれるとされている。白人ナショナリズム、白人市場主義、反ユダヤ主義、右翼ポピュリズム、排外主義、新反動主義運動。ニューズデイのコラムニストであるキャシー・ヤングによると、オルタナ右翼は合法、違法を問わず移民に対して強く反対しており、 ヨーロッパの難民危機に対して強硬な態度をとるという特徴がある。ザ・フェデラリストのロバート・トラシンスキの記事によると、オルタナ右翼は異種族混交に反対し、集参主義と部族主義を支持している。ニコル・ヘマーが NPR で述べるところでは、オルタナ右翼にとってポリティカル・コレクトネスは、自らの自由に対する最大の脅威として考えられている。緩く定義された。 オルタナ右翼に共通する特徴としては主流の政治に対する軽蔑的態度と2016年の大統領選挙におけるドナルド・トランプ候補への支持が挙げられる。しかしトランプ自身は活気づけたい集団ではなく私は否定するとオルタナ右翼に否定的である。インディアナ大学の研究チームがアルティミンズの ハッシュタグがついたツイート5万件を分析した結果、次のテーマが、オルタナヨクに品質するという。反フェミニズム、反多文化主義、反ポリティカルコレクトネス、白人の罪悪感と特権、レイシズム、ミソジニー、そしてヒラリー・クリントンへの嫌悪と憎悪。また、ツイッター上でのオルタナヨクは、ソーシャルジャスティス、ウォーリアーと似たような性格プロフィールを持ち、他の人々よりも、 感情的である。ツイッターでの感情表現において、オルタナ右翼はよりポジティブな感情表現を行い、ソーシャルジャスティス、ウォーリアーはよりネガティブな感情表現を行っている。オルタナ右翼は一部の保守主義者から歓迎を受けている。一方で、その他の主流派右派、左派からは人種差別的であるとして批判されている。特に、 オルタナ右翼が主流派の保守主義や共和党への敵意をむき出しにしていることが、そうした層から支持を受けない理由になっている。ナショナルレビューの記事にて、デイビッド・ A ・フレンチは、オルタナ右翼を、ワナビー・ファシストと呼び、国政談議にそうした勢力が加わることを嘆いている。ザ・ウィークリー・スタンダードの記事にて、ベンジャミン・ウェルトンは、 オルタナ右翼を様々な要素が雑多に入り混じった勢力と表現し、左派の道徳主義にそっぽを向き、レイシスト、ホモフォービア、セクシストとなじられることを勲章であるかのように考えていると述べた。ザ・ニューヨーカーの記事にて、ベンジャミン・ウォーレス・ウェルズはオルタナ右翼を緩いまとまりを持った極運動と表現した。そして、アメリカの政治におけるこれまでの右派との違いは、 内実というよりもスタイルの差にあるとしており、次のようにも述べている。オルタナ右翼を理解する一つの方法は、これは運動なのではなく、アイデンティティをめぐる一つの集団実験なのだと考えることだ。多くの人々がネット上で匿名性を保つことで、自分が密かに抱いている極端な思想を試すのと同じことである。アラバマ大学のジョージ法令教授によると、オルタナ右翼は、 主流派の保守主義運動以上に進歩主義に対する脅威を突きつける存在となる可能性があるとしている。AP 通信副社長のジョン・ダニゼフスキは、自称された、いわゆる、オルタナウヨクは、同社がかつて端的に、人種差別主義者、ネオナチ、白人市場主義者と呼んできたものであり、人種差別主義、白人ナショナリズム、ポピュリズムが混在した、保守主義の文化と定義を入れるか、 白人ナショナリズム、白人至上主義などと明確化する必要性が顕著であると述べた。2016年4月にナショナルレビューにてイアンタットルが述べているところによると、オルタナ右翼は過去数ヶ月以上にわたりネット上で人種差別主義的、反ユダヤ主義的な言説を広めてきた。しかしアルム・ボカーリとマイロやノプルスの理解では、 オルタナ右翼を構成する人物は、楽しいこと好きの先導者、西洋文明の勇敢な守護者、勇気ある知識人、そしてユダヤ人問題の最終的、解決2.0を待望する、ごく少数のネオナチたちだが、こうした一部の人物を誰も好んでいるわけではない。ボカーリとヤノプルスは、アメリカ人抵抗運動の創立者ジャレット・テイラーと、 オルターナティブライトの創立者リチャード B ・スペンサーをオルタナウ右翼の代表的理論家として挙げている。ザ・フェデラリストの記事でのキャシー・ヤングによるとオルタナウ右翼的言説の中心地はオルターナティブライトからレイディックス・ジャーナルにとって変わられた。同記事での報告によるとレイディックス・ジャーナルに掲載された中絶に関する論考ではプロライフは劣性学的とされているがそれは 知能の程度が著しく低く、責任感もない女性の生殖を推奨することを意味するからだとされている。ケビン・ B ・マクドナルドもオルタナヨクの理論家の一人として知られている。ニューズデイにて、ギャングは、オルタナヨクのことを、胸クソ悪い偏見をまき散らす、白人至上主義者が住まう、反ユダヤ主義の巣と呼んでいる。オールイン・ウィズ、クリス・ヘイズにて、クリス・ヘイズは、 オルタナ右翼のことを本質的には現代における白人至上主義と遠極的に表現している。バズフィード記者のロージー・グレイはオルタナ右翼を我々の時代にぴったり合った白人至上主義と表現した上で彼らが攻撃的なレトリックと剥き出しの反ユダヤ主義的抽象を用いておりアメリカの右派というよりもむしろヨーロッパの極右運動との共通点を多く持つと 述べた。ホレッツにて、イシャイ・シュワーツは、オルタナ右翼は、辛辣な反ユダヤ主義者であり、オルタナ右翼が提示する、オルタナティブとは、大部分において、ユダヤ人を受容しないというオルタナティブなのだとし、実際の脅威として、深刻に捉えねばならないと警鐘を鳴らしている。南部貧困法センターによると、ブライトバートニュースは、オルタナ右翼的見解が好んで発表される場となっている。 2016年8月25日、民主党の大統領選挙候補者、ヒラリー・クリントンはスピーチにて、共和党が過激派グループに乗っ取られる手助けをしている、として共和党の候補者、ドナルド・トランプを強く批判した。彼女は、この過激派グループをオルタナ右翼と特定し、トランプの選挙対策本部最高責任者のスティーブン・バノンが、ブライトバートニュースネットワークを オルタナ右翼にとってのプラットフォームと述べたことに注意を促している。オルタナ右翼支持者の一部はこの批判を受けたことをむしろ喜んだ。彼らによればクリントンのスピーチは無料の広告となり、オルタナ右翼について Google 検索で調べられる回数がぐんと跳ね上がり、数百万もの人々がこの運動について生まれて初めて耳にすることになったという。 2016年9月9日、オルタナ右翼コミュニティの複数の主導者が記者会見を開いた。これはほとんど知られていない運動の趣旨を説明するカミングアウトパーティであるとある記者は表現している。そこでは人種差別主義的な信念が表明され、人種は実在する、人種は重要な問題である、そして人種はアイデンティティの基礎となると語られた。発表者は 白人の母国を強く求め、人種間での知能の差について説明した。同時に、トランプを支持することを確証し、彼こそリーダーたる風格を備えていると述べた。寝取られ補助で何が悪いと主張する反トランプ陣営のステッカー広く、報道されているように、オルタナ右翼は信念を表明する際に、特に4チャンちゃんのようなウェブサイトにて、インターネットミームを多用する。例えば、 カクサーベティブという、カケルドと、コンサーバティブに由来する造語の発案者は、オルタナ右翼の信奉者だと言われている。他の例として、見えかっこ、あるいは、エコーを用いて、ネット上のユダヤ人を指して揶揄するという方法は、ザライトスタッフというブログが出自だとされている。また、ペペザフロックというカエルのミームの使用もオルタナ右翼の間で人気があるとされており、 メディアでは、ナチフロックとして言及されている。このミームが、ヒラリー・クリントンの選挙キャンペーン公式サイトで批判された後、ペペザ・フロックが、オルタナヨクに使用されていることが、メディアから大々的な注目を集めた。オルタナ右翼コミュニティでこのようにミームが後半に使用されていることを受け、オルタナ右翼が真剣な運動なのか、あるいは古くから、 ある保守主義的な信念を表明するための新たな手段に過ぎないのかという疑問が一部の評論家によって抱かれている。コロンビアジャーナリズムレビューのチャワン・ゴーラリーによればこのようにミームによってメディアの反応を引き起こすこと自体が一部のクリエイターにとっては最終目的であるとされる。バンダービルト大学政治学科のマーク・ヘザリントン教授はこうしたミーム仕様は 人種差別主義的見解を正当化するための手段であると指摘している。ありがとうございます。